潔白戦で。この一つの風が踏ん張って、みんなで集めた天気の力。아니왜이렇게빡센거야선도없냐고없어本当にすげえやつだ。うん。おう。ひひ。아니왜맞아아근데진짜회보셈아개빡센데아야파깽기다마아니아니저렇게써야되는데어떻게이기냐오야메로해제잠깐만요아아좀제발아오아아스톱들아아니아어아네명이서저야를들을때아아
아이템이 없어요. 못 써. 없다고. またな。本能の赴くまま破壊の限りを尽くした魔人ブーによって地球ごと消滅させられた人々はドラゴンボールの力でよみがえった。そしてよみがえった人々の元気を集めて完成した究極の元気玉と悟空たちの奮闘の末、ついに魔人ブーは倒されたのである。これまでも数多くの強敵たちが地球の平和を脅かしてきたが、ここにようやく真の平和が訪れたのである。그리고スーパーは없었다고한다。それから10年の歳月が流れた。はっ。スーパーが없는世界観。来たれ、スラムドッドよ。世界格闘技スーパーチャンピオンのミスターサタンだ。私は誰の挑戦でも受ける。今年も天下一武道会の会場で待ってるぞ。あっ、タイモが天下一武道会、ついに明日より開催。はい、上手だな、サタンのやつ。할머니そろそろだな。아너무무리하는게보인다。じいちゃん。うん？おはよう。パン、ずいぶんと早いじゃねえか。じいちゃんに会いたくって急いで来たの。はは、そっか。アンレ、二人とも朝から仲良しだな。どうやって？よっ。よっ。
おはよう。洗濯してるの？んだ、今日もいい天気だ。洗濯物がきれいに乾くべ。ところで悟空さん、起きて早々悪いんだけど、ちょっと魚を釣ってきてくれねえだか。実はオラ、今日はご飯たちも一緒に朝食をとるってことすっかり忘れててよ。このままじゃ魚が足りねえだ。お安いご用だ。どんだけ釣ればいいんだ。欲しい魚はこんだけだ。そろそろご飯たちも来る頃だし、急いで頼むだよ。わかった。俺も腹減ったし、すぐに行ってくる。私も行く。よし、そんじゃ一緒に行くか。やった。悟空車がいれば大丈夫だろうけど、一応気をつけて行ってくるだよ。あ、はい。で、오공의집앞에이런포장보로가있던가？進む時代、新たなる戦いの予感。さて、どこで釣りをすっかな。やっほー。수행의일장우후가자오사카나를釣るんだったら川に行かないとね。そうだな。この近くで釣れそうな場所はと。이거어떻게빨리가더라？빨리가는거있는데。욕아이거였어。대してやつじゃなさそうだ。なかなか強そうだな。やっほー。ナックスピー미끼가없어요。팡어디갔어？ 팡잠수한것같은데방금。아할아버지잘봐팡할아버지가낚시하는모습을보여줄게。잠깐만아이어떻게하는거였더라물고기이거이거어디에낀거냐고요쉿비밀입니다떠세요마겁나뭔가두마리더낚아야되거든요우혀すげえのが釣れたぞ。うひょー。よし。いるわ。おい。おい。ばあ。アメージング。한마리더すげえのが釣れたぞ。よし。ほい。물고기개꺼요。오케이。よし。こんだけありゃ足りたろ。왜자동으로안넘어가지죠？いっぱい釣れたね、じいちゃん。うひゃ、すげえのが釣れたぞ。早く諦めたな。もう腹がペコペコだぞ。맞아이거きっとパパもママも待ってるよ。아까같은일이생기지않도록。아이거왜반대야？이거아이템이없어。이거라도등록을좀해둬야겠다。어돼있네。왜아무것도없냐고？그것이
아무것도없기때문이죠신작게임소닉이냐고네さて、あそむしあそむし응이거자동으로안넘어가진다버거를생겼나봐どうしたの、おじいちゃん。ずっと遠くを見て、何かあるの？こいつは。はは、間違いねえ。何年も待ってたんだ、こいつを。あっ。いいぞ。ちゃんと武道会場に向かってやがる。ねえねえ、何を待ってたの？へへ、話は後だ。朝飯よ、朝飯。なになに？あ、お父さん、おかえりなさい。お邪魔してます、お父さん。パパ、ママ、ばあちゃん。じいちゃんといっぱい魚釣ってきたよ。あんでまあ、ほんとだな。すぐに料理すっから待っててけれ。ビルスが없는세계관。이게맞는게아닐까？明日の天下一武道会に悟空さんが出るだか。お、さっき決めたんだ。どうしただ、急にそったらこと言って。悟空さとまともに戦えるもんなんて。あ、わかっただ。優勝賞金目当てだべ。仕事して金稼ぐのが嫌だからって、そんな。いや、そうじゃなくてさ。どうもすんごく強いやつが出てきそうなんだ。ほら、そいつと戦えて。え？お父さんが戦いたくなるほど強いんですか？そんなに強いやつなんて本当にいるだか。ああ、オラまだそいつと会ったことねえが、なんとなくわかんだ。強い人たちと試合するの？いいな。私も出たい。あ、저기5000이있다。試合は遊びじゃないのよ。そうだよ。パンにはまだ早いんじゃないかな。そんなことないもん。なに、パンなら大丈夫さ。いつもオラと一緒に修行してっかんな。うん、そうね。お父さんがそう言うのなら。それじゃあ出場してもいいけど、危なくなったらすぐにやめるんだよ。いいね。うん、わかった。やった。そうだ、ゴテン君も一緒に出ようよ。え、おお、そうだ。ゴテンも出ろよ。どうせ暇なんだろ。いや、僕はいいよ。明日はデートの約束があるし。이게오반보다잠재능력이뛰어나단오천무려초딩때슈퍼사이언을스스로터득한 데이트데이트는데이츠데모데키잖아내가武道会は何年かに一度しかねえんだぞ。んだ、おめえこの頃運動不足だべ。悟空さと一緒に鍛えて試合に出るといいだよ。え、お母さんなら出場に反対してくれると思ったのに。おめえもいい歳だべ。いつまでもオラの意見を気にする必要はねえだ。それにどうせ反対したってお勉強するわけじゃねえべ。だったら健康的に体を鍛える方がまだマシだ。お母さんもだいぶ丸くなったな。よし、そんじゃこれからパンと一緒に修行すっけど、ゴテン、おめも付き合えよ。やろうやろう。そんな。スポ에서는다멸치됐는데여기는괜찮군。そんじゃ裏山で仕事すか。うん、コテン君行こう。あー、しまった、僕忘れ物しちゃったよ。後から行くから二人は先に行っててよ。そうなの？じゃあ私たち先に行ってるね。行こう、じいちゃん。おう、すぐに来いよ、コテン。オッケーオッケー。GT 요이게임 GT 까지나오려나모르겠네이게마지막아닌가
よし、裏山の修行所に行くか。うん。おっと、どうぞ。じいちゃん、すぐに始めようよ。お、やる気満々だな。今のパンの力、ちゃんと見てえから本気でかかってこい。行くよ、じいちゃん。あっ、손옆에있는할아버지？이거いつもより体が動いていい感じかも。あー、이거귀하다。어자동으로변경된대요살짝감시니다자꾸믿게되네진짜아옹아이거맞아오고가맞아이거ロロロロロロッターでいいおぉあはぁうわぁ無理すんなよやぁおう吹っ飛ばされちまった。いけない。はん、ごめん。おう、ブライト。はぁ、本옆에는할아버지。おっ、ロロ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 コンクリにしておくか。이거맞나？かなり腕上げたな、パン。これなら天下一武道会でもいいところまで行けるかもしれねえぞ。本当？やった！じいちゃん驚かそうと思ってこっそり一人で修行を頑張ってたんだ。そっか。感じあっちゃめか。それにしても御殿のやつおっせえな。ちょっと様子見に行ってみっか。じゃあ私も行く。休まなくて大丈夫か。さっき相当体動かしただろ。全然平気だよ。そっか、じゃあ一緒に行くか。おちょんにょそく、왜안오지？할줄했나？할줄에반데사태고땡마누구든안시킨다바디하러갔다고아이자식탈출각잡고시스카니시스카니오토사니빠레나요니뭐니오라니빠레따라이게낸다이오오토사それにパンちゃんも。ねえねえ、早く行こうよ。一緒に修行して強くなりたいな。忘れ物がまだ見つかんねんか。そうだ、忘れてたのは用事でさ、その用事を思い出したんで僕行かなきゃ。
でも天下一武道会は明日だよ。少しは体動かしとかねえと。おめえちょっとなまってんじゃねえか。大丈夫だよ。お父さん以外の選手なんかに負ける気しないしね。私だって出るもん。パンちゃんよりは僕の方が強いと思うけどな。へえ、だったらどんだけ強いか、オラに見せてくるよ。いや、それほどでも。それに、さっきも言ったけど、僕、用事が。用事なんてまた今度でいいじゃねえか。うん、私もお手伝いしてあげるから。エイト、アップ。いや、そういう問題じゃなくてさ。いいから、いいから。ほら、行くぞ。強引すぎるよ。さてと、早速御殿と手合わせすっかな。ま、やってりゃそのうち体も温まってくるだろう。はあ、分かったよ。ねえ、私はパンニャ、武空術の修行をしといてもらおうかな。しっかり気をコントロールすればすんげえ早く飛べるようになるぞ。そうだな。よし、地球を一回りするくらいでどうだ。うん、やってみる。じゃあちょっと行ってくるね。ああ、気ぃつけんだぞ。はーい。地獄半ばき。へえ、あっという間に見えなくなったよ。ははパンのやつどんどん力つけてっかんな。さて、次はおめえの力見せてもらう番だ。気合い入れねえと怪我すんぞ。お手柔らかにね。일로와。너도200단무한코브맞아야지。僕の目がどれほどの腕なのか。ほら見せてくれ。こんなもっとやるしかないか。おいおい、どうしたのか。好きだらけじゃないか。くそ。お母さんの僕についていけない。やっぱそんなことはない。안봐줘일로와어이자식쳐가지고어엄마엄마뭐야저거오안돼스터치야이거도아스터치좀보라이카자라라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 ドロロロロロロロアメアメハチッとバッタ目入れすぎちゃう。
ちまったかな。이절이깐팔조각잡는다고전이가 그냥가볍게논것뿐입니다여러분들이티티티티티どうしたごてん、そんなもんか。お父さんが強すぎるだけだよ。だらしねえな。よし、せっかくだし、今日はおめえをとことん鍛えてやっか。そんな。あ。何考えてんのかしら。私らには全然会いに来ないくせに。やはり理由を聞き出さないと。ブルマがちょっと異様に生きてるんで。たく、容赦ないんだからお父さんたら。うん？よう、久しぶりだな、ブルマ。ベジータ。久しぶりなんてもんじゃないわよ。本当にもう、あんたほっとくと永久に会いに来ないんじゃないの。昔からそういうやつよ、あんたは。そんなことはねえよ。5年くれえ前に会ったばっかじゃねえか。フリレン같은소리를하고있네요。5年よ、5年。ふん、みんな集まる時だって、あんただけ修行だって言って来ないじゃない。いや、その、そりゃそうだけどさ。ん？な、何よ。おめえもすっかりおばさんだな。おだまり。こう見えても奥様お若いですねってよく言われるんだから。全然変わらないあんたたちサイヤ人はね、化け物よ。我々サイヤ人は戦闘民族だ。だから戦うために若い時代が長いんだ。ふん、私も今度シェンロンに頼んで若くしてもらおうかしら。실제로스포에서하고있죠。ところで書かれた。お前明日の天下一武道会に出場するって本当か。おお、出る出る。今日決めたんだ。ベジータ、おめえも出ろよ。なぜだ。なぜ今回に限って突然出る気になった。すごそうなやつがでっからさ、ずーっと気になってたんだけど、そいつが今朝武道会場にやってきたんだ。なんだと。それほど強い気は感じないぞ。そりゃ今は全然気を抑えてるさ。でもなんとなくわかんだ、こいつは絶対強いってさ。冗談だろ、そんな奴がいるはずがない。宇宙人なのか。いや、地球人さ。地球人？まさか人造人間とでも言うんじゃなかろうな。ただの人間だよ。슈퍼기준으로지금오공이무의식의극이완전했을텐데그냥손가락띡띡이면죽는거아니야。에난데스테そんなことありえないわよ。あんたたちとまともにやり合える人間がいるなんて。응？야。아トラックス君。あら、あんたも来たの？うん。なんだよ、ゴテン。修行してるらしいな。お前も出場するつもりなのか、武道会。お父さんが出ろって言うんだよ。嫌だって言うのに強引なんだもん。明日はさ、デートの約束してたのに。まあ、そう文句ばっか言うな。デートなんていつだってできんじゃねえか。お互い我が子の軟弱ぶりには苦労するな。はは、本当だ。ま、それだけ平和だっちゅうことなんだけどな。お？じいちゃん。もう戻ってきたんか。あら、パンちゃん。こんにちは。じいちゃん。地球を一回りしてきたよ。よし、いいぞ。なかなか早かったな。これで明日はバッチリだね。あ、明日って、もしかしてパンちゃんも武道会に出るつもりなのか。
うん、そうだよ。確か今の武道会って子供部門はなくなっちゃったんでしょ？大人に混じって試合する気？이거정사냐고？네、ま、優勝はできねえだろうけんだ、絶対いいとこまで行かずさ。今うちで一番根性があるんはこのパンだな。面白くなりそうだ。俺も出るか。おいトランクス、お前も出ろ。え？命令だ。小遣いを半分にされたくなかったらな。いいぞいいぞ。じゃ、今日の修行はこんくらいにして帰っかな。うん、僕ヘトヘトだしね。私はもっとやれるけどな。本当に元気ね、パンちゃん。まるで昔の孫くんを見てるみたいだわ。それじゃ、私たちも帰ろうかしら。父さんによろしくね、孫くん。ああ、ベジータもまた明日な。ああ、トランクス、帰ったらトレーニングだ。付き合え。わかったよ。俺も少しは体を動かしておこうと思ってたとこだし。그래도ベジータ바지사장이잖아캡슐코퍼레이션。よし、オラたちも結果。帰ったぞ。どうしたんだ父。あ、悟空さん、お帰りだべ。いや、どうせならみんなで応援しようと思って天下一武道会のことを無天老師様に連絡したんだけんども、どういうわけか全然電話がつながらなくてよ、どうしちまったんだかなって思ってただ。どっか行ってんじゃねんか。それか電話がぶっ壊れちまってとか。無天老師ブルーあにゃ？그래서안늙어서거의죽지만않으면은안죽을텐데。나나마무텐루사마의것이다시심판할것도안해と思うけど。아だったら오라가明日のことを教えに行ってくる。そんでついでに様子見てくさ。そうだべな、そうしてくれるとありがたいだ。私も行きたいな。おめえはもう休んだ方がいいぞ。ブロインで왜할아버지냐고。明日もいっぺん力出してだろ。할아버지일때ブロー생긴걸걸요。わかった。行ってらっしゃい、じいちゃん。あ、ちょっくら行ってくる。お父さん、もし。あ、これから行く。そういや、じっちゃそうなんだ。僕は今日はしっかり休むよ。じゃないと明日体が動きそうにないや。今日はぐっすり眠れそうだよ。じいちゃん、気をつけて行ってきてね。ああ、パンはちゃんと休むんだぞ。しっかり休むのも修行だからな。うん。가볼까。아호잇5년진짜는것도다시오라요가면괜찮가보나할아버지よー、じっちゃん、なんだ、ちゃんといるじゃねえか。おお、なんじゃ、悟空か。しばらく顔も見せんで、わしがあの世に行っておったらどうするつもりじゃ。サングラスボス。ははは、わりわり。まあ、ええわ、まったく。顔くらいちょくちょく出せ。それで、今日は一体何の用じゃ。광고는이거끝나고나갈예정입니다。ちょっと目に、父がじっちゃんに電話したんだけどさ、つながらねえっちゅうから様子見に来たんだ。なんと、
そういえば最近電話がならんと思っとったが、故障しとるのかもしれんの。なんだ、やっぱそんなことか。まあそいつは後で様子を見ておくわい。それで父は何の話をわしにするつもりだったんじゃ。そうだった、おら明日の天下一武道会に出っことにしてさ、それをじっちゃんに言いに来たんだ。エデリ、おう、天下一武道会じゃと。最近はお主らも電子とんと見なくなったの。天下一武道会か。最初にお主らが初めて出場した時のことを思い出すわい。ああ、クリリンと一緒に修行してな。じっちゃんになんかいろいろとやらされたっけ。うん、すべて強くなるために必要なことじゃったろ。まあお主らはあっさりとやり遂げてしまったがの。ああ、オラもクリリンもいつの間にかすんげえ力出せるようになってたしな。まあさすがに優勝はできんかったがの、お主もクリリンもいい勉強になったじゃろ。まあ、あん時オラに勝って優勝したじっちゃん、今頃どうしてっかな。なーに、相変わらず元気じゃよ。あ、こ、おこぎ모르던가그새끼춘。え、じっちゃん知ってんか。いや、なんとなくそんな気がしただけじゃ。はあ、危ない危ない。そっか。それでお主の調子はどうなんじゃ。ほら、別にいつも通りさ、ワクワクはしてっけどな。そんじゃ、いがったら見に来てくれよ。ベジータとゴテ、トランクス、それにパンも出っからさ。ほう、パンもか。それは楽しみじゃわい。じゃが、天下一武道会といえば妙に大騒ぎに巻き込まれるからの。今度は何が出てくるやら。おそん時はまたオラたちがなんとかすっさ。そうじゃったわい。頑張れよ、悟空。あ、そんじゃな、じっちゃん。じゃあ、いご하나하고가네。서브스토리안할거야 자오공의집으로돌아가볼까요아테우진이케이크나에이거요이게드래곤볼정사마지막편이죠언젠간드래곤볼슈퍼마지막화가아이카라즈겐키소다타될수있는 こりゃうまそうだ。明日の天下一武道会のこと考えたらワクワクしてきたぞ。그런일없다고 悟空さん、帰っただか。無天狼様に明日のことは伝えただか。ああ、楽しみにしてっから頑張れってさ。それならよかっただよ。スポの意味너무많은것을それと確認했죠。もっと顔出せって怒られちまった。無天狼様の言う通りだべ。悟空さんは修行以外のことはすぐ後回しにすっからな。今日はもう早く休んで明日に備えた方がいいんでねえか。 OK、 갑시다。カムセニンのじっちゃんにも明日のこと言ったし、今日はもう飯食って休むかな。そうか、オラも明日の準備をしねえとな。何を着ていこうか迷ってるだよ。悟空さん、後で見てけれ。シェーするわけじゃねえし、なんだっていいじゃねえか。何か言っただか。いや、なんでもに。そうけ、さーて準備するべ。おかねへえ、長いこと待ったが、いよいよ明日だな。점점강해지는우부。翌日。
すごいにぎわいだべ。武道会というよりはほとんどお祭りね。이거는나중에볼게요이요이요다나天下一武道会開幕。孫悟空は止まらない。じいちゃん、じいちゃん。ん？あっち行ってみようよ。時間大丈夫だよな。ええ、ずいぶん早く着いちゃいましたから。あ、でもブルマさんたちと合流しなきゃいけねえべ。じゃあついでにベジータたち探してくる。よし、行こうか。はーい。はーい。仲いいな。いろいろ見ながらベジータたち探すか。うん。이거신장이냐고요？ベジータおじちゃん見つけた。よ、お前たちもう到着していたのか。ねえねえ、ウラちゃんは？その辺をうろついてる。もうじき戻ってくるだろう。ところでカカロット、例のやつは来ているのか？ん？あ、まだ姿見てねえが、ちゃんと来てるみてえだ。本当か？やはり大きな気は感じられんぞ。ま、後でのお楽しみってやつだ。もったいつけやがって。まあいい。それよりもお前、出場受付は済んでいるのか？あ、オッケー、ガチだ。いや、まだしてねえけど、そろそろ行こうと思ってたとこだ。父たちも受付のとこいるからよ。ベジータも行こうぜ。待て、そろそろブルマたちも戻ってくる。あら、孫くん。それにパンちゃんも。よ、パンちゃん。あ、ブラ。ブラちゃん。어떻게이름이ブラ。久しぶりね。試合に出るって聞いたけど、本当なの？うん。私いっぱい修行したんだよ。やりすぎちゃダメだからね。うへえ、こいつブラか。しばらく見ねえうちにでかくなったな。そりゃ5年も会わなければ大きくなるわよ。それで他のみんなは？父たちならこっちだ。참베시턴의가족은금술이좋아 향은손녀인데불하는딸이야。야호ブルマさん、皆さんもようやく会えただな。結構な人数だね。これで全員？いや、亀仙人のじっちゃんとかも。おい、悟空。お？あ、늙은クリリン。みんな元気そうだな。元気そうだなじゃないぜ、悟空。修行もいいけど、たまには連絡よこせ。全然音沙汰ないんだもんな。はは、わりわり。実は昨日もそのことでブルマに怒られちまったんだ。相変わらずだな、ソン。ん？なあ、ピッコロは必要しねんか？今さらお前と戦っても仕方あるまい。今日はお前たちがどれくらい強くなったか見せてもらうつもりだ。お父さん、急ぎましょう。そろそろ出場の受付が締め切られる頃ですから。おっと、そんじゃ行ってくっか。あにんで、ピコロ行けついたんだ。あんたたち、普通の参加者を怪我させんじゃないわよ。オレンジピコロがいたな。試合中は空を飛ばないこと。変に目立ったら後が大変なんだから。わかってるよ。ベジータ、あんたが一番心配なのよ。ベジータのやつも相変わらずだな。行こうよ、じいちゃん。
じゃあ後でな。ああ俺たち観客席にいるからな。うん。しかしこんなにじいちゃんって言葉が似合わないじいさんも珍しいな。今回もいつもと同じ作戦でいきましょう。ブーさんが挑戦者のチャンピオンになってスーパーチャンピオンの私に負けてしまうということで。うん、ん、승부조작。やれやれ、また私のファンか。誰も通すなと言っておいたはずなのに。よっ。おお、これはこれは悟空さん。こんにちは、じいちゃん。おお、私の可愛いパンちゃんまで。元気にしてたかい？おひげが痛いよ。おじいちゃんの応援にわざわざ来てくれたのかい？ううん、私も試合に出るんだよ。悟空じいちゃんも、ゴテン君も、トランクス君も、ベジートおじちゃんもだよ。当たり前だけんど、みんな予選通った。お久しぶりです。なんと心配すんなって。オラたちの誰かが勝ち残ったらあんたに優勝させてやっから。本当だね。でもオラたちやブー以外の誰かが勝っちゃうかもしんねえな。えー、またまたまた、そんなことあるわけないじゃないですか。ねえサタンさん、みんなも会場に来てるんだけど、もう席がないから何とかしてほしいって言ってたよ。おお、そうかそうか。それくらいお安い御用だ。ま、私に任せておけ。あっ、ディヨン。お、ママ、그건삭제했네。원래밖에있지않나？ほう、そんな奴がそんなこと。はい。本当にそんなに強い人がいると思いますか？あいつは嘘を言うような男ではない。何か不思議なものを感じ取っているんだろう。ピッコロさんは何か感じないんですか？さてな。何にしても孫の性格的に目的の相手とはすぐに戦いたいはずだ。それこそ全力が出せる一回戦でな。なるほど。必要者にはブーさんもいる。ブーさんの魔法を使えば思い通りの対戦にできますよね。そういうことだ。つまりお父さんと一回戦で当たる相手が。なんだそれは。さっきスタッフの人がくれたんです。予選通過者がまとめられてるんですよ。お父さんたち以外の通過者はノック、もう結構、ウーブ、キャプテンチキン、あとはキャプテンチキン、キラーノと男スキーって人ですね。男スキーよ。この誰かが、会場の皆様にお知らせいたします。本戦出場を決めた選手たちの抽選がただいま終わりました。어떻게이름이남자좋아。もう間もなく天下一武道会本戦を開始いたします。パンちゃんは第一試合か。うん、頑張るぞ。なんで俺様の相手がこんなガキなんだ。俺は保育園にお遊戯しに来たわけじゃないんだぞ、腐ったれ。ピーッ。ググググ。パンちゃんはいいよ。僕なんて一回戦でブーさんとだよ。普段から修行サボってばっか行っから。이때오천이부위기좀힘들겠다。カカロット、お前が言っていたのは本当にあいつなのか。あ、あ、信じられん。まるで強い気を感じんぞ。間違っているんじゃないか。
や、間違ってねえさ。やっぱし母ちゃんが言ってた通りかもしれねえ。村ではとびっきり強くったって、世界ってとこは広い。そこにはきっとうんと強い人、オイラより強い人がいっぱいいるぞって。どうしよう、オイラ絶対勝つって言っちまった。賞金で食い物たくさん買って帰るってみんなに約束しちまった。うぶ、ほら一人で修行しながらあの子が大会に出場するのをずっと待ってたんだ。どういうことかさっぱりわからん。話せ、いい加減に。10年目、ほらあのとんでもねえ悪のブーが死ぬ時願ったんだ。今度いいやつに生まれ変わって一対一でやろうなって。今度はいいやつに生まれ変わるよ。ブーへ환생이라고。一対一で勝負して。지금이라면 뭐? 부? 그거 엑스밥 아니냐? 도야라 엠마 다이오노 짱 それ聞いて 기희가 してくれたらしいんだ。 まさか あのガキが その 生まれ変わりだと。 うん、 間違いねえ。 オラにはなんとなくわかんだ。 名前だってほら、 ウーブっちゅんだろ。下から読んだらブーじゃねえか。ま、どれほどの実力を持ってっかは見てのお楽しみだ。おいおっさん、こらおめえだよ、おめえ。何しかとぶっこいてんだよ、このクソ親父。俺様が対戦相手に挨拶してやろうってんだぜ。死ね。ハハハハハハ。誰か伝えてくれ、一人棄権したと。はあ、パパに絡んだりするから。ねえお父さん、試合開始までは自由に行動していいんだよね。ああ、準備ができたらあのアナウンサーの人に一声かければいい。オッケー、それじゃ適当に時間潰すか。トランクス君、あっち行ってみようよ。あ、さてと、ほらどうすかな。저アナウンサー도두바디에나와야되는데왜안나오지。식사와우레스토랑随分とでかいやつが相手になっちまった。準備ができたらアナウンサーのおっちゃんに。体が大きくたって関係ないよ、だって私の方が強いもん。そりゃそうだろうけんだ、張り切りすぎてやりすぎんじゃねえぞ。おめえが本気出していいんはオーラたちと当たった時だけだ。うん、大丈夫だよ。よし、偉いぞ。ドドドドド。チッ、所詮はガキが相手かよ、つまんねえぜ。早速やっちまったな。あんな雑魚、一人減ったところで大して変わるまい。ずっとサタンが勝ち続けていたんはおめがいたからなんだな。俺が他の参加者を倒して最後にサタンが勝つ。そうするとサタン喜ぶ。サタンが喜ぶと俺嬉しい。よくバレずにここまで続けてられるもんだな。ま、今回はオラたちが参加してっけんど、最後はサタンに勝たせてやっから安心してくれ。승부조작。それにしても参ったな。いきなりブーさんとだなんて。せっかく出場することになったからいいとこまで勝ち上がりたかったのに。何暗くなってんだ。やってみねえとわかんねえだろう。やってみなくてもわかるよ、だって元魔人ブーだよ。あんな人に勝てるのは
お父さんがベジータさんくらいだよ。승부조작은나쁜일입니다하지맙시다 선취제감사합니다임명예후원자님トレーニングは最低限のものしかやれてないですけど勘は少し戻ってきたかな期待しても良さそうだなこれでもあの戦いを乗り越えた身ですからねやるからには誰にも負けない気でやりますよ더뭐할거없지가볼까여기가이거캐릭터도업그레이드해야되는걸로기억하는데이거필살기같은거어뭔가많아초사이언2는가능하네아3도가능한거구나근데이거업그레이드해야돼근데업그레이드할없어그게여기도쓰려면이거다노가다를해야되네요와노가다아니아니키가복잡해기본적인거밖에없네이거요이거는그 DLC 가따로라서아마처음부터다시다해야될거예요기존에키웠던건안될걸요아이템그런것들오久しぶりです선생님ここだけの話あなたがいない天下一武道会は迫力がなくていやはや今回は久しぶりに私も楽しめそうでワクワクしますよさてそろそろ本戦が始まりますまずは第一試合準備はいいですか OK ああ準備はバッチシだ素晴らしいでは天下一武道会を始めましょうまずはパンの試合か頑張れよ。大変お待たせしました。いよいよ天下一武道会本戦の始まりです。今大会の参加者は実に114名。その中から選ばれた精鋭12名が賞金とチャンピオンへの挑戦権をかけて戦いますでは早速第1試合を始めましょう第1試合はパン選手対モーケッコ選手ですパン選手は驚くなかれたった4歳の天才少女であります이게4살しかしそれも納得なんとミスターサタンのお孫さんなのです対するモー選手は前大会の準決勝で惜しくもミスターブー選手に敗れてしまった実力者であります頑張れよパンちゃんパンほどほどにしとけよいじめるなよモーこいつサタンの孫だったのかよでもみっともねえことに変わりはねえぜ仕方ねえつまみ出すかそれでは第1試合始めてくださいよん恨むなよジミーああ体力が3分の1이되면은날아갈수있다펜카운트도있네요톡어덕톡톡톡따세이앗아따세이뭐라고요쇼트케이크おっとっとトロロンえっおっダーディーえっ
뭐지? 내가 원래 이렇게 깼었나? 오호 잠깐 잠깐 따디 일로 와 싸대기 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 즉시 항마껏 반센슈로 가치 데스. 다 대조부카이 반창. 응. 아, 여기 왔구나 방. 次は 第2 試合を 行います. 孫悟空選手とウーブ選手は準備が整いましたら私にお声掛けください。次はじいちゃんの番だね。頑張ってね。あ、うん、벌써 끝날 차례인가? 맹열호. 무토 우브 사티도. よくわからない。勝敗は最初からわかってたけど、カンちゃんいい動きしてたね。あろ？油断したらおめも危ねえぞ。あいつはどんどん成長してっかんな。またまた。そんな簡単に僕は追い抜けないでしょ。でも油断したらやばい気がする。今度から時々体動かしとこうかな。 いやさすが私の可愛い孫パンちゃんだ。あの凶暴な男もう結構あっという間に倒してしまうとは。ああ、いつも修行頑張ってっかんな。ほら安心して見てたぞ。もしかしたらパンちゃんの次の相手は悟空さんになるんですかね。あの手加減してくださいね。<笑>さっきの試合緊張しなかったみてぇだな。うん、 みんなに見てもらえて嬉しかったよ。ちゃんと最後のお辞儀もしてたな。偉かったぞ。礼儀は大切だもんね。入れとパンイ、実際その悟空さんの相手はウーブって子供ですね。あの、少しは手加減してやってくださいよ。いやどうかな。
もしかしたら手加減する日はねえかもしんねえぞ。え、どういうことですか。あ、見てからのお楽しみっちゅうやつだ。はあ、あのガキがどれほどのものなのか見せてもらうとするぞ。ま、おめえががっかりするようなことはねえと思うぞ。だといいがな。あちゃー、相当緊張してんな。この調子でまともな試合できんか。あっ、그럼어디한번오웅의패드립을들으러가볼까?그놈의야つ락쇼だったな。そろそろ第二試合が始まります。準備はよろしいですか。よし、やっぞ。わかりました、頑張ってください。つや、オラたちだな。え、あ、はい。頑張ろうぜ。は、はい、よろしくお願いします。それでは第2試合を始めます。第2試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では、今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子、ミスターブートの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で、幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのに、よりによって相手が孫くんだなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな、実力が出せねえぞ。はい。どうすっかな。あっ、나오나요。しばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんね。とりあえずやってみっか。あ、オーケー、일단싸우지。どんどん攻めてこい。だ、大丈夫か。おっと、これはどうやらウーブ選手ガチガチに緊張しているようです。仕方ありません。これだけの大人数を前に戦うことはこれまで経験がないでしょう。見た、はあ、どうにか本気出させること。おう、마지막한마디
인성 나오나요? 어, 도사모. 오, 가사모. 으깟다리잖아! 으쏘다로. すごい木だ。 よし。依然として睨み合いが続いている。戦士の攻撃。ええ。僕らオイラの家族をバカにしたな。ええ。おまままま。ようやく姿になったな。おうや。ダメダメ。はロロ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 おーややややちゃかんあちゃかばん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 うん여러분은아시아대행진슈퍼가점차나서지금이때는누구나그보다다시한번할수있는상황입니다선생님은쇼부를決めてしまうのか후요요요그나해요요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 오신기오라는스피드는스포츠스포츠아이트이트키트おうやややややおうもんか
約束したんだ。負けるもんか、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 負けるもんか。この人。そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねえんか。無理もねえよな、師匠なんていねえし、そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな、許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ、すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう。そうだな。うし、決めた。ほらがこれからおめんちに一緒に住んで戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも無理だよ、おいらんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ。サタンちょくちょくばりせんか。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。평화를지킴하나도안지킴。あのさ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくる。ええ、何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。課장이가출한다。お父さん、じいちゃん。どうしたパン。本当、今の話本当。わじいちゃんに会えなくなるなんて、そんなのやだ。おいおいおい、パン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。言っただろ、たまに帰ってくるって。가끔오년。ほんと。ああ、約束する。だから泣くな。うん、よし、いい子だ。すまねえな、ベジータ、わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。どうせこんなちんけな試合じゃ俺も貴様も、そしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。ははちげねえや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。
근데 슈퍼에서 오공이 탕이랑 놀아준 적 없는데 왜 이리 할아버지 좋아하는겨? 그죠? 생각한 노래. 선언 감사합니다, 이영이 형님. 오멘지 미나미노 코노 시마다토나. 시카리 쓰카마테로요. 이후. 잊지마다. 오열하는 치치. 久しぶりに 見たな. 안나우리소나 고쿠와. 카카로토. 貴様の 魂は 分かっているぞ. あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。 修行して完璧になったらオラともう一度二人でちゃんとした試合しような。 はい。 本当言うとさ、オラそれが一番の目的なんだ。 若くしねえか、アウブ。 すげえ強いやつと出会うなんてよ。 はい。 だよな。 もっと強くなっちゃう。 違う違う、おーって言うんだ。 あー！ おそいぞ、カカロット。 あり、 準備運動やっていたんだ。 褒めと思いきしやるためによ。 俺は貴様を超えてみせる。だったら、ほら、もっと先に言ってやる。ほざけ。始めるぞ、徹底的にな。あっ、그 포즈。 準備運動をしてきたというのはあまり基礎ではないようだ。元気玉。だったら見せてもらおうか、貴様の手。 우선 이걸로 상대해 주지. 초사연 1. これほどの強さを持っているからこそ貴様を倒す価値は。踏み抜けた攻撃をしてきた。やめやめ。その必要はなさそうだな。 オラに送信するのだ。とてもおめえとやるときにはよ。ハッ、よっ、ハッ、よっ、ハッ、よっ、ハッ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 、ハ
그렇다면 이걸로 상대해 주지. 초사이언 3. 아! 오! 야! 일로 와. 이걸로 끝내주마. 덤벼라. 이거 써봐. 이거 써봐 임마. 아이 죽어 그냥. 오타가 이 카라다와 다투나. 코코카라가 혼반다. 아.
오. 아. 소크라테스나. 마사카. 아, 뭐야? こいつ やべえな. 行くぞ, 카카로토. 俺のプライドを自殺だにした。 あの時の敗北を忘れては終わるぞ。 元気を分けてくれ。와우뽕차오른다あの時のお前はヤバいくらいに強かった。これは何度かワクワクが止まらなかった。あの時から気に食わなかった。またたく間に強くなっていく貴様だ。そして自分自身のフライになった。強くなれんのか。あー、こいつ地球で初めて貴様と戦った後、ナメック星での経験を経て俺は強くなった。それでも貴様はいつだって俺の上にいた。俺の想像よりもさらに上に。フリーザとの戦いの時もたセルとの戦いでもそうだ。それでも貴様は俺より上にいた。さすがに認めざるを得なかった。この俺よりも強いサイヤ人がいること。だがたとえ一時的に貴様に見抜かれようと、基本ちゃんウェストディガー貴様を倒し、サイヤ人で、いや全宇宙でナンバーワンになれば、この俺はぁ、うん、すげえ気だ。こんなにも強くなるまでずっと。ガメアメ、はぁ、お前君、お前にすれ、どうしたかと、貴様の実力はこの程度か。どうだ、はぁ、아우썼는데나도오우おみぎエヴァンビダマン。ちょきよ、あう。ピゴパダゴン、おう、ぶやぶや。ピゴパダゴン、はじまら、ベジット。
やあ、10倍だ。ダメダメ、はあ、元気を分けてくれ。めちゃくちゃ楽しいや。拳合わせたらよ、どんどん力が溢れてくる。うん、もっともっと戦いたいって思えてくる。それでこそサイヤ人だ。さらに飛ばしていくぞ。ついてこいよ、ベジータ。ついてこいだと。そのセリフそっくりそのまま返してくれる。はぁ、どうしちまったんだ。う자식크링이에서언제이렇게까지뺏겼어아늦었다これで最後だ。그거좀그만써주면안되겠니
さめ。지구야 미안해. 오, 노가다기 잘했다. 야르자네가 베지다. 나메르나요 카카로토. 오레와 오마 이조니 트레이닝을 続けていたんだ. 소노 카이 아테 今回は引き分けってとこか。引き分けだと？バカめ、もう終わったつもりか。俺の体力は残っている。次で白黒つけるぞ。いや、さっさと構えろ。でもおめボロボロじゃねえか。それは貴様もだろう。行くぞカカロット、次こそ俺が勝つ。ちょっと待ってくれよ。カカロットがナンバーワンいらみょ。買い物楽しいな。なあ、さっきからやたらと地面が揺れたり風が強くなったりしてねえべか。そうですね、何かあったのかしら。また悟空さんの仕業じゃねえだろうな。まさか最近のお父さんは前ほど激しいことはしてないですよ。だからだべ、いろいろとたまりにたまったものがあってよ。だってほら、似た者同士のベジータさんだっているべ。あの二人が暇つぶしで戦いでもしたらなあ。鋭いし、否定もできない。何度やっても引き分けだ。おのれ。けどさすがに限界だ。もう叩けねえ。褒めもだろ。今日のところはこれで勘弁してやる。だがな、俺はさらに強くなって次こそは貴様に勝つ。ベジータらしいや。와근데잘만들었다。13,000원할만하네。カカロット。貴様はなぜ強さを求める？俺は貴様に負けないために。では貴様はどうなんだ？そうだな、戦う前にはベジータが言ったよな。オラたちは本能が戦いを求めるって。実はさ、そりゃオラも強く感じてんだ。もしかしたらよ、まだ知らねえどこかにめちゃくちゃ強いやつがいるかもしんねえ。そんな風に思うとさ、楽しくなってくる。そんでそんな強いやつと思いっきし戦えてって思っちまうんだ。どうせ戦うなら
どんな奴が相手でも負けねえようにして。だから俺はもっともっと強くなりてんだ。ベジータもそうだろ？なあ。貴様は変わらんな。うわあ、歓迎出したら楽しくなってきた。ほらワクワクすっぞ。ワクワクのゾーン。孫悟空の進む最強への道はまだまだ続いていくのである。